はい、どうもこんにちは。アートネット上棚の田中です。上田です。今回はですね、今あの後ろ見えます六甲しだれ、六甲しだれです、ね、六甲しだれっていう、作品なんですけども、これも実は現代アートの作品で、まあ、なんで、ここへ来てますかと言いますと、毎年秋にですね、六甲では六甲ミーツアート芸術散歩っていう、まあ、現代アートの、イベントをやってるんですけども、その、作品展はどういう作品展かと言いますと、全国から、まあ、工房の作品展で全国からいろんな作品を募集してですね、その中から、15組だけ選ばれて決勝戦みたいなもんですね。そうですね。その中からグランプリが選ばれるというイベントなんですけども、で、まあ、それがですね、六甲山頂にあるいろんな施設のあちこちに、作品が展示されるというイベントになっております。でその、まあ、いろんな、まあ、施設があるんですけども、まあ、例えば何でしょうかね、あの阪神館の街並みがこうざっと一望できる展望台ですね。そうね、すごい景色が見えますね、はいはい、でも夜景なんかはこう1000万ドルの夜景とこう比喩されるぐらいの。1000万ドルやったっけ、なんか何円、1000万ドル今のレートで言うと、今のレートで言うとや、10億円、ほう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 、10億円、ね、10億円、まあ、昔はなんか100万ドルだったらしいんですけど、ね、値上げしたよね、まあ、あの時代とともに値上がりしたみたいな、物価とともに値上がりした、そういった展望台ですとか、あとはもう子どもたちがこう遊べるトランポリンとか、急にトランポリン紹介する施設どこの施設にあるのよ、カンツリーハウス、カンツリーハウス、カンツリーハウスの紹介を してあげてえな急にトランポリンの施設、はい、あとはそのカンツリーハウスといって、はい、まあ、子どもたちが遊べるようなこうトランポリンですとか、あとこう大きなこう芝生の丘をそりでこう滑り降りれるようなスポットがあったりですね、まあ、そういった、まあ、楽しい施設も会場になります、うん、まあ、その後ですね、はい、他には、オルゴールミュージアムですとか、ね、うん、あとは、高山植物園、うん、まあ、そういったいろんな施設がアート展の会場になっております。カンツリーハウスはもうトランポリンやなんとか紹介してオルゴールミュージアム説明なし。オルゴールミュージアムってあなた有名なんですから、ちょっとその、あの中のあのすごいあれをちょっと紹介してあげてよ。あのカラクリオルゴールやんか、日本、そう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 、最大級の、そう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 、あのなんて説明したらいいんかな、知らんのかい。いや実際見たこともあんねんけどね、うん、ちょっととかね、とかなんせそのちょっと珍しいオルゴールなんかもあるんだよね、あそこ。そうですね。高山植物園は、は、でーのかいな。高山植物園といえばやっぱ街中で見れない高山だけに生息する植物っていうのが、なんか夕立ちぶりそうやな、風が冷たくなってきました。ということで、とにかく僕らそれ出展しますんで、9月からスタートします六甲ミーツアート芸術散歩、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。